七月十一日に最高裁判所は性自認女性の職員に対して女性トイレの使用を制限した国の処遇を違法とする判決を言い渡しました本日は会社側労務問題を専門とされる山村美希弁護士をお迎えして判決の影響についてお伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずこの使用制限とはどのようなものだったのでしょうかはいあの原告さんはですね自分ご自身が質務されている会と その上下の階の3階分の使用を制限されていましたそれ以外の階については女性用トイレの使用を認めていたのでしょうかはいその通りですこの事件のポイントはどこにありますかはいこの事件ではですね、原告さんは性同一性障害というお医者さんの診断は受けていてかつ女性としての私生活は送っていたんですけれども 性別適合手術というのを受けてなかったという点がポイントですその場合戸籍上の性別はどうなるのでしょうかはい今の法律では性別適合手術を受けていない場合は戸籍上の性別を変更することはできませんでは性別適合手術を受けて戸籍上の性別を変更した場合トイレの使用はどうなるのでしょうか はいその場合は当然あののトイレの使用を認めても良いいととうことになります最高裁の判決を踏まえると企業としてはトランスジェンダーの方が職場の女性用トイレの使用を求めた場合どののよううなな対応が必要になるのでしょうかはいまずはその方とよくお話し合いになってご希望を詳しく聞いてでそのご希望を叶えるために必要な情報を収集するということになります。例えば 性別適合手術は受けられたのかとか、戸籍上の性別は変更されたのか、というような性別変更の段階についてヒアリングしていくことになります。ヒアリングの際に気をつけるべきことはありますか？はいまあ、当事者の方のプライバシーに十分注意する必要があります。例えば、まあ、当事者の方がカミングアウトをされてたらいいんです。けれども、そうじゃなくて、まだ誰もカミングアウトしてないのにもかかわらず。 まあそのトランスジェンダーであるというようなことを他の方に知らしめるいわゆるアウティング行為というんですがそういいったことはは決してしててけません本件の経産省の事件では原告には他の職員の前でトランスジェンダーであることを告白してもらった上で女性トイレの使用について他のの職員の意見を聞いたようです企業の場合このような説明会をやるべきなのでしょうかはい 当事者の方のプライバシー保護の観点からしても説明会の言うというような手続きは必須ではないというふうに考えますでは今回の最高裁の判断の中で企業として参考になる部分はありますかはいあの最後に今さき裁判官という方が補足意見で述べられている点が参考になると思います少し長いので読ませていただきます、えー、補足意見ではですね職場の組織規模 施設の構造、その他職場を取り巻く環境、職種、関係する職員の人数や人間関係、当該トランスジェンダーの職場での執務状況など、事情は様々であり、一律の解決策に馴染むものではない。そして現時点では、トランスジェンダー本人の要望、意向と、他の職員の意見、反応の双方をよく聞いた上で、まあ、職場環境の維持、 安全管理の観点等から最適な解決策を探っていく以外にないというようなことを述べられた部分が参考になると思います。では一律の対応ではなく、事案に応じた解決策が必要ということなんですね。はい。ケースバイケースの対応になると思います。それからこの最後の補足意見の中にですね、また参考になることが書かれているんですけれども、この判決というのは、 トイレを含めてその不特定多数の人が出入りするような公共施設に関するものを対象にした判断ではないということが述べられている点ですあくまでも特定の方が使用する職場内のトイレの在り方についての裁判例だということを言っている点が注意するところであると思います。本日はありがとうございました